皆さんこんにちは、マニユリチャンネルのゆりです。今日もインド現地からインドのリアルな情報をお届けします。今日は5月の2日の土曜日、本来であれば今日含めてあと2日でこの延長されたロックダウン終了の予定だったんですが、実は昨日5月の1日のインド時間6時半頃ですね、インド内務省からさらに2週間ロックダウンが延長になりますという決定事項が下されました。インドもすでにですね、感染者数が3万人を超えており、今日5月の2日土曜日朝9時半時点ではインド全体で感染者数は37,336名、そのうち死亡者数は1,218名にまで上っています。このままの増加ペースでいけば週明けにはですね、おそらく感染者数が全体で4万人に達するんではないかという見込みです。こういったインドの今感染者数の伸びを見ていると、おそらくロックダウン延長されるだろうというふうには予想はしていたものの、実際にですね、さらなる2週間の延長なので5月の17日の日曜日まで、このロックダウンが3月の25日から始まって、この今回延長分を含めるとトータルで54日間このロックダウンが続いているという状況になります。やっぱりこのロックダウンはかなりですね、こうストレスを感じる日々が続いているので、またさらに2週間かというようなどこか言葉になれない気持ちで今はいっぱいです。決まったものはしょうがない。5月の4日から新たに始まるこのロックダウン第3弾ですが、実はですね、これまでと大きく違う点がいくつかあります。まさに今回は進化版ロックダウン。今回この動画ではこれまでのロックダウンとは違う点について解説します。インドを3種類のゾーンに分類した段階的なロックダウン。これまでのロックダウンは感染者数には関係なく、インド全体において一部を除き全ての経済活動がストップというようなかなり厳格なロックダウンでした。ただし5月の4日から新たに開始されるロックダウン第3弾に関しては、インド733の地域をですね、こういったように感染発生数に合わせてレッド、オレンジ、グリーンというふうに分類し、それぞれ段階的なロックダウンを行うというような内容です。イメージの通りレッドに分類されている130の地域に関しては、感染発生数が多いマハラシュトラ、グジャラート、そしてデリー州を中心に設定されています。オレンジゾーンと設定された284の地域に関しては、レッドゾーンよりかは感染者数は多くないものの感染症例数が発見された地域、そしてグリーンゾーンと設定された319の地域に関しては、過去21日間この3週間で1件も感染症例数が発見されていない地域と設定されています。あくまでこの地域分類は現時点のものにはなるので、今レッドの地域に関してはやがて感染者数が収まっていけばオレンジに、そしてオレンジの地域は感染者数がゼロというのが続くとグリーンにというような段階的にどんどん改善していく。今回の2度目のロックダウン延長が発表された後にですね、インド内務省から新たなロックダウンに関するガイドラインが発表されました。新たなガイドラインによると、それぞれのゾーン別にですね、規制の緩和、経済活動の再開というのが設定されています。ゾーン別により経済活動の再開、そして緩和。5月の4日から始まるこの新たなロックダウン、レッド、オレンジ、グリーンゾーンの3つに分類されているんですが、それぞれのゾーンによって規定が少し異なっています。レッド、オレンジ、グリーン、全ての3地域に関して共通したルールとしては、これまでと同様ソーシャルディスタンスを保つ、メトロや航空など週間移動の禁止、人が多く集まるレストランやホテル、モールなどの運営禁止、学校や大学、教育機関などもですね、現時点では禁止、午後7時から午前7時までの外出に関しては基本的に禁止、65歳以上の高齢の方、そして10歳以下の子供、あとは妊婦さんなどに関しては基本的にステイホーム。ただこれまでと大きく違う点としては、プライベートオフィスが従業員の最大 33% まで出勤が可能であったり、一部の製造業、医薬品などに関しては製造許可が下りています。例えばグリーンゾーン、
グリーンゾーンでは過去21日間症例数がゼロの地域を定めているんですが、これまでのロックダウンでは基本的に不要不急の外出以外は NG、 つまり仕事においても自宅のリモートワークというのが中心だったので、今回新たに設定された最大 33% までであれば出勤可能というこの新たなルールはかなり大きな変化ではないかなと感じています。各地域別に見ていくと、グリーンゾーンと定められたエリア、この地域は過去21日間においてコロナウイルスの感染症例数がゼロの地域を指すんですが、現時点では全733の地域のうち319地域がこのグリーンゾーンとして設定されています。このグリーンゾーン、都心部というよりかは都心から少し離れた地域に固まっているような状況なんですが、このグリーンゾーンにおいてはですね、元のようにかなり経済活動が緩和再開されるような見込みです。例えば乗車率 50% という規定はあるものの、バスの運行は許可されていたり、自動車やタクシーなどの四輪に関してもドライバー1人、そして乗客2人という制限はあるものの利用は許可されていたり、個人クリニックやスパ、美容院なども OK となっています。このグリーンゾーンが他のレッド、オレンジと違う大きな点としては、酒屋のオープンが許可されています。これまで行われてきたロックダウンでは、インド全国一律して車やバスなどの移動は禁止であったり、エッセンシャルなサービス以外は基本的に事業停止といったようなルール化だったので、今回グリーンゾーンで新たに設定された規制、こういった緩和は大きな動きではないかと感じています。グリーンゾーンにおいては規制が緩和されたことにより、従来のような経済活動が戻っていくのではないかと見込まれています。次にオレンジゾーンについて、オレンジゾーンは全733の地域のうち284地域が設定されています。この地域はレッドゾーンまでは感染被害が多くないものの、これまでいくつか症例数が発見されている地域として設定をされているんですが、やはりグリーンゾーンと比べると規制がやや強めなものの、これまでと違った点で言えば個人クリニックや病院、スパなどは運営は許可されています。あとは乗車制限はあるものの、車、タクシーなどの利用も許可となっています。なので Uber や Ola のような配車タクシーの利用に関しても新たに許可されたエリアとなっています。今私が住んでいる北インドのグルガオンという地域はですね、まさにこのオレンジゾーンに今は設定されているエリアにはなるんですが、やはりなんといっても車での移動、 Uber や Ola がこれまでとは違い利用が許可されているというところで、もちろん不要不急な外出はこれまでと同様行わないものの、これまでみたいにこう 100% 行動が制限されているというわけではないので、そういった意味ではストレスもだいぶこう緩和されて、かなりですね、こう自由が戻ってきたなっていうような安心感今感じています。そして未だに症例数が多く発見されているこのレッドゾーン、このレッドゾーンは全733の地域のうち130地域がレッドゾーンとして設定されています。やはり症例者数が多いインド西部のマハラシュトラ、グジャラート、そして北部のデリーを中心に設定されています。このレッドゾーンにおいてはまだまだ症例数が伸びているということからですね、基本的にはこれまでと同様の規制にはなるものの、3地域共通して設定されているプライベートオフィス、従業員の最大 33% まで出社が可能というようなルールも新たに設定されていたりと、これまでのロックダウンに比べるとこのレッドゾーンにおいてもやや一部ではありますが、少し規制が緩和されているのかなというふうに見受けられます。今回これまでと違う大きな点の一つとしては、モディ首相自らの演説がなかったことが挙げられます。というのも、これまでモディ首相、このロックダウン開始を宣言した3月の24日、そしてロックダウン延長を発表した4月の14日はですね、それぞれモディ首相自ら全国民に対してリアルタイムで演説を行っていました。なので、現地にいる私たちもですね、今回、この感染者数を見ているとロックダウンが完全に終わることはないだろうと感じていたので、これまでと同様にモディ首相自ら
今後の政策について述べられるような場が設けられるのではないかなと思っていたんですが、今回特にそういった演説が行われず、インド政府から2週間新たに延長しますよというアナウンスが流れただけでした。これまで全国民に対する演説やライトアップのようなアクティビティを通じて強いリーダーシップを示していたモディ首相ですが、今回新たに開始する5月の4日からのロックダウンに関しては、地域をそれぞれレッド、オレンジ、グリーンというふうに定めたことにより、国が一丸となって進めていくというよりかは、それぞれの地域において経済活動の再開であったり事態の収束というのをフォーカスしていくというようなところでですね、大きく政策の方向をシフトしたことから、今回モディ首相自らの演説というのが実施されなかったのではないかというふうに一説では言われています。5月の4日から新たに始まるロックダウン第3弾、ロックダウンということには変わりがないものの、これまでとは大きく違い、一部の地域においては経済活動が再開になったり規制も緩和されていたりとですね、これまで今回の件で大きくダメージを受けたインド経済がどんどんと徐々に以前のような姿に戻っていくのではないかと期待しています。今回は5月の4日から新たに始まるインドロックダウン第3弾の詳細についてお伝えしました。ロックダウンには変わりがないものの、これまで2度のロックダウンとは違い、地域によってはかなり経済活動が緩和されていたりと、ポジティブなニュースもあって少しホッとしているというのが本心です。今はですね、まだまだレッド、オレンジといったような危険地域が残っているものの、インド全体が早くグリーンゾーンに満たされるようにただただ願うばかりです。今回も最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。今後もですね、インド現地からインドのリアルな情報を随時ご紹介していきます。このチャンネルが少しでも役に立った、良かったなと思ったら、チャンネル登録、コメント、ライクもらえるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。またね。